どうも、ハラヤンです。またまた、孤立の昼食の時間がやってきました。じゃあ、前置きはさっさと置いといて、食材の方、紹介します。はい、今回の食材は、砂肝でございます。今回はこれをアヒージョにしたいと思います。今日の僕の昼食は、砂肝のアヒージョです。早速、調理していきます。まず、砂肝を一口サイズに、切り込みを入れていってやりましょう。次は下味ね。塩、胡椒、もむ。はい、下ごしらえ完了。はい、アヒージョはね、やっぱ肉質だけじゃあんましそこまで味が出ないんで、相性のいい食材、キノコ類を入れてやりましょう。椎茸ね、今回はちょっと小豆ぐらいに切ってやりましょう。長ネギね、こいつは細かく。食材の下ごしらえができたんで、早速火を入れていきましょう。まずは炒めます。本来やったら油、オリーブオイルで煮詰める料理なんですけど、ちょっとここは少なめで。まずは、はい、香りつけ、にんにく少々、じゃあ10日、でちょっと焼き色がついてきたらもう他の食材もババーンと、ちょっと味付けで出し醤油、ご家庭になかったら別にいいんですけど、バジルソースに、バジルソースにはオリーブオイルがたっぷり含まれてるんで、それを計算して入れないと油でタプタプになってしまうんで、こっからオリーブオイル入れて調整していきます。なかったら青じそでもいいですし、青じそもなかったらもう別にオリーブオイルで煮詰めてやってもいいです。じゃあここにさらにちょっとオリーブオイルを追加して、おほー、体に悪そう。じゃあちょっとまで詰めます。いいでしょう。いただきます。じゃあまず砂肝からいただきます。深い、うん、うまいね。やっぱり肝系の中でやっぱ砂肝はやっぱダントツのうまさがあるね。俺の中では、オリーブオイルもちゃんと味が染み込んでるし、いつもなら僕ご飯と一緒に食ってるんですけど、今回はリッツ。僕アヒージョはね、こうやってリッツを乗せて食うのが好きなんです。うまい。これやっぱ油がやっぱ味がついてるから、これを染み込ませてくるとものすごい深い味になる。わあ、うまい。やっぱアヒージョってバジルソースがいいですよ。うん、香りがついてやっぱり爽やか。砂肝はシャキシャキ、椎茸はとろり、しかもリッツはサクサク。この味付け、貝類が一番うまいかもしれない。つなぎももアヒージョも好きやけど、はい、ごちそうさまでした。はい、案の定食いきれません。歴代のアヒージョの中でもトップレベルでうまくできたな。孤立の昼食、初めての鶏料理でしたけど、まあ大満足の結果でした。ではまた昼飯時にお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。